今回の特別試験、俺が司令塔に立候補してもいいか。俺がクラスに不信感を持たせたのは事実だ。なら人柱になることでその疑念を払拭したい。綾野浩二、それいいじゃん。それなら誰も退学しなくて済むし。いやちょっと待ってよ、それって最初から勝負を捨てに行くってことじゃない？綾野浩二君の指揮で他のクラスと戦うの？一応立候補者を募った方がよくない？ここで退学のリスクを背負える人間は誰もいないと思うわ、私自身も含めてね。それはそうだけど。それならプロテクトポイントのある彼が適任でしょ、うん、司令塔といっても事前に作戦を他の人間が立案することはできるわ。誰がやってもそれほどの差はないはずよ。堀北は俺に司令塔を丸投げしたがっている。それに反論したい奴も今はいないはずだ。他に異論はあるかしら？じゃあ綾野浩二君、早速だけど抽選に向かってくれるかしら？わかった。やはり各クラスプロテクトポイント所持者を司令塔に当ててきたか。このくじを A クラスから1枚ずつ引いてもらう。印がついた紙を引いたクラスに対戦相手の選択権が与えられる。残り物には福があると言いますし、私は最後で構いません。どうぞ一ノ瀬さん。じゃあ遠慮なく。残念。当たりですね。最後の一枚を確認するまでもないようですね、真島先生。ああ。では金田、対戦したいクラスを教えてもらおうか。 D クラスは B クラスとの対決を希望します。よろしくね。手加減なしだよ。てっきり C クラスを狙うかと思っていましたが。ここから逆転を狙うには一つでも上のクラスのポイントを狙いたいですが、 A クラスと戦うのは今は避けたいですからね。なるほど、ご検討をお祈りします。この結果は当然だ。一ノ瀬と石崎には事前に根回しをしていた。 A クラスとの対戦を俺たちに譲るように。